プルノ電機です。よろしくお願いします。プルノ電機は世界で初めて魚群探知機を作ったメーカーとして海の皆様に信頼を得た商品を作っております。今回はプルノ電機のフラッグシップモデルを紹介したいと思います。こちらプルノ電機のフラッグシップモデル、マルチファンクションディスプレイ TZT19F という商品になります。プルノ電機は世界で初めて魚群探知機を作ったということで、海の中のセンシング技術に特化した製品をたくさん作っております。こちらの画面を見ていただきますと、高精細な魚群探知機の画面になっておりまして、海底と魚群探知機、魚群がしっかりと分離できているなど、そういう見方で漁業者さんに分かりやすい製品を作っています。さらに今回プレジャーボート向けのお客様ということで、分かりやすい見方にも特化した製品も作っております。例えばこのように見方を変えることで、一般の方でもどのように魚が映っているか、海底の地形はどうなっているかというのが分かるようになっています。さらに弊社はオートパイロットやレーダーなどたくさんの製品も作っておりますので、組み合わせたことでいろいろな機能を盛り込んでおります。今回の例えばこの機能、この魚群探知機で映った魚探のポイントに行きたいなと思った時に、それをタップしてあげてポイントというふうに打ってあげると、そのポイントがチャート上に表示されるような機能も備わっておりまして、逃した魚は大きいということがないように、一度見つけたポイントに必ずまた行ける、そういうふうな機能を盛り込んだ商品を作っております。ありがとうございます。